All this time, I've been feeling hopeless till you came around, came around. All this time, you're the only reason I'm not chasing highs, chasing highs. What is love? Lately I've been wondering just what is love, what is love. こんにちは、ファイティアゴチャンネルのママです。今日はハルペンアウトドアーズ京都宇治店に来ております。目的としては、コットが欲しくてちょっと見ようかなと思って撮影許可を取ってきましたけども、またまたいけないものを見つけてしまいました。欲しいテントがあったあの時のパターンですね。そうです、ソロ用のテントとしてもう一個欲しいな、ワンポール欲しいなと思ってたやつなんですけども、とりあえずコット見たい、目的のコット見てからにしようかなと思います。じゃあ店内の方見ていきましょう。行っちゃいましょう。靴が 30% オフなんですけど。え、買う靴。靴が欲しい。キャンプ用の靴が。もうあの、金のシンプルだな。茶色しない。おー、金の。これ絶対可愛いんだな。可愛いよ。これ私履いたっけ一回。冒険するから合わへん。真っ黒がいい。これ全然 30% オフちゃうの。あ、そう。あっちちゃうセール。どんな。もう。サンダル。あ、これ今流行ってるやつやん。アミアミ。怖くないこれ。かわいいね。かわいい。とりあえずコット見に行きましょうか。なんか集まっちゃう。コットある？言わない。わかんない。どこやろ、ちょっと返事されてんの。え、思った。え、返事されてない。え、これ何。バンドックや。バンドック、ソラピピ。ああ、まあこうなったらもうコットは絶対いるよね。いるやんな。あのコットもバンド。あ、じゃあヘリノックスや。ヘリノックス。ヘリノックスや。ヘリノックスのコット。絶対いいやろ。いいやろな。なあ、でもちょ若干はみ出んのかな。え、でもめっちゃ低くない？
いやでもこんなもんじゃん、あのソロでやる人って。あ、そうなの。わからへんけど、この辺にさ、椅子と、はい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 、で、その辺に焚き火したり。なかなかやな、うん、なかなかの低さやで、でも、うん、低いな。へぇ、滑走がどんなもんかやねんな。でもバリエーション豊富やで、滑走ポットがどの辺やろう。あ、これ、こういうこと。こういうことですね。がっつりやな。私もスノーピークやから。え、安くない？これコットン。ベンチ。ベンチ？コットン？どっちですか？でも安いな。あ、これか。ベンチ？ベンチやな。椅子？ベンチですね。ベンチって書いてある。寝たらあかんねんな。出てもいいで、寝る用じゃないんやな。なるほどね。ほっ、欲しいな。えぐ。ん、おお、すごっ。セブラベストの3倍ぐらいするの。うわー、かっこいい。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 なんかあの、一気に金持ち感出るんですけど。あー。すぐ。高級だから。もう、おしゃれな。スノーピークやっぱ、高級感すごいね。高級感がすごいね。折りたたみ式。ありました。あ、あるじゃないですか。イグニオ。トイレ行くのに移動するのに結構キャンプ場真っ暗なので、まあ、マットもある。マイナスマホもありますが。参考までに。スマホ持ってかれるのも子供だけで。無駄。ああ。イグニオは7689円。なるほど。8000円ぐらいやね。やっぱ8000円ぐらいかな。イグニオで8000円だから普通のやつは1万超えんじゃないかな。そうなのかな。でも5000円で買ったいう人もいるし。え、あれだけ？だってないか。あんまないんかな。え？これじゃないですか、星が出たやつ。これかっこいい。かっこいいな。2万455円。倍やな、あの。この2万円とあのベスト3万円どっち買うか言われたら俺ベスト買ってまうわ。え、そうなの、うん、ないな。ないっすね。椅子はいっぱいある。ない。ここ。ない。この前あそこ行った時あったやん。クイックキャンプ。そう、クイックキャンプがいいかな。そう言われたらそうやな、確かに。あ、ありました。ポット。どういうこと？14,300円です。そうですね。これなりに。の、しっかりしてるけど。うん、私、高いのと低いのと、両方できるやつ欲しいので。
ないな。あ、ここにもあるの。高っ。19,900円。ちっちゃ。でもこれか。ないってね。ないね。マジで。ブリックキャンプのコストで何分ぐらいやったの？あれも8,000円ぐらい。ああ。ブリックキャンプの方がいいな。そうやんな。そう言われた。ないわ。ないよ。ないです。そもそもコットがいっぱい置いてるっていうことで買いに来たのと思ってんけど、そうでもなかった。イメージがアルペンアウトドアかなって思ってんけど、そんなになかった。すんません。ないです。ないです。ロゴスがいるのかな。あかんな。これこれ、あ、ほんまや。これがベンチ？コットじゃないですか、これ。全然値段違う。コットやん。全然違う。スノーフェイクのコット。4倍っすよ。あ、でも、やっぱり。いいっすか。いいな。しっかりする。高いけど。めっちゃ高い。これテント買えるから。ネットで買うか。先週ネットで買いましょうって言われて。カッサ見に行きます。じゃあ。カッサ見てくれる。はい、見ます見ます。僕もちょっと欲しかったんで。そうやろ。ね、突撃。はい、こちらです。回りました、ね、あ、ダークブラウンや。どうですか、タッソ。どうなんですか、タッソ。いや、張ったとこ見てみたいよな。そうやな。ツインピルスフォークス、いいな。美味しいですね、もう普通に。これもツインクレストの。いやー、あるな。ありません。いや、タッソは気になる。ちょっとタッソ、タッソあれっすよ。タッソ違うやつやったな、はい、ポリコットンの方かな思ってくんけど。古い方やった。古い方のポリエステル。あ、かわいい。ちょっと花だな。ちゃんと貼ったらピンってなんねやろ。あ、はい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 。ここちょっとたるんでるから狭く感じるけど、ここピッてなったらさ、広いやん。ピッてなったら。あ、なるほどね。うん。まあまあ、テントの中で立たへんから別に。せん。あれっすよね。やっぱ生地もやっぱりこういうのがいいよね。そう。ほんで、やっぱワンポールやったらタープも立てやすいよね。ちょっとカーキあるか見に行っていいかな。はい。カーキ。カーキやしな。あ、これヘリノックスやで。お値段書いてないけど。プライスレスってことでしょ。どんなんやね。これなあ、1万円台やったら欲しいけど。そうっすね。それは絶対ないか。いや、あるでしょ、可能性は。ある？ある。いや、もうそれでさ、バンドックのカーキがあって、うん、ヘリノックスが1万円台やったら、はい、2つ買ってもタッソぐらいの値段。いいっすね。やんな、
なんかもうほんま沼やねんな。うん、マイチングマチコ先生は。バンドクのいつも。バンドクのコーナーどこやったっけ？バンドクのコーナーがあるわけ。先やってん。あ、そうなの。サンドベージュだけやな。あー、その時、うん、サンドベージュ。サンドベージュだけや。そうなんや。ソロベース。パーティングですか。じゃあ、価格はネット販売ですか。かな。ネット売っとったっけ。ネットで、この前は売ってたけど、もう今は分からんよな。ほんなら、ヘルノックスのコット、いくらなんか知りたい。見に行きましょう。なんか小川テントが好きすぎてちょっと買いかけたけど、危なかった、危なかった、ちゃんと調べてよかった、うん、あ、なんかこの辺っぽくね。これありましたよ。ほら、ヘリオプスのコクト。短っ、手間にやてみ。どこどこどこ。あ、おお、そうなんですね。あ、全部ポットです。そうです。あ、わかりました。ありがとうございます。すみません。全部ポットやって。え？スノーピーク超えてくるな。超えてくるな。5万7千。すげえ。1万円なん台なんてわけないやん。だって椅子で1万円台やねんて。これは4万めっちゃ高いっすね。そう思ったらスノーピークの方が安い。え、これもこっちやで。ほら、3万8000円する。すごいな。え、そんなんめっちゃ安いやん。メジャーシーズン。でもこれハイやね。ってことはやっぱり、クイックキャンプ。なってまうな。一番安い。やんな。ですね。そうやんな。はい。これ欲しい。ちょっとじゃなくて、それでいいんだよ。ジメさんにこれいいって。はい。っていうか、これでいいと思うねんけど、私、マット。お屋敷マットです、足型。車中泊のサイズですね。ほんまや。ちょっと待って、ね、難しいなぁ、コット選びも。ちょっと厳しくないですか。厳しいです、値段的に。はい、高すぎるんですよ。あの、ちょっと想像してたより上回ってきた。サロテキはあのサンドベージュしか売ってないから。うん、もうネットで価値買うしかないんだ。そうですね、はい、そうしましょう。そうしましょう。お、ゴールゼロちゃん、これゴールゼロ。これのなんか懐中電灯みたいなのが流行りな。そうやな、うん、なんかなんか起きない。そうか、そうか。めっちゃ明るいのって。お、そうやな、クレモアやで。クレモア、これ女姫ちゃん。これは何ですか。え、これはバンドックでしょ。これバンドックやんな。これ真ん中のやつは。分かれへんけど、1万6000円する。
どこの何か分からへんけど。ヘルドックスより高いですね。赤どう？いや、いいと思うっすよ、赤。え？うん、これ、在庫ありますか？座り心地良かったでしょ。うん、めっちゃいい。めっちゃいい。こんなの方がいいな。遊びとって書いてある。遊びとですよ。かわいいな。水入れを変えたいんですよね。うん。これだ、それじゃダメですか。いや、いいんじゃない。こんなん。なこれかわいいな、これかわいいよね、うん、もうあのカチカチのユニフレームはちょっとしんどくなってくるいちいちカシャンカシャンカシャンこれやったらキラキラいいよね。え、なんこれ、うん、こっちがいい。これ、うん、色どっちでもいいですよどっちも可愛い。どっちも可愛いな、うん、これはスインクレスト仕様。これがソロテキー仕様。ほう、え、どっちに重きを置くかってことや。いや、だってでもやっぱファミワンティグリスにも合うもんな、こっちは。いいっすね、これ馴染むやんな、小物として置くんやな、うん、まあ、逆にこっちも合うねんけどなベラボーにあげたドンピシャで合うんか。やんな、どっち明るくしたいんか渋くしたいんかな、うん、あーらーこっちかな。めっちゃロングペグ入るじゃん。それ今のとこ使わへんかな。これにするじゃん。うん、これ可愛いっすよ、うん、この色も捨てがたい。やんな、それはもう任せるな。いや、でもな、汚れること思ったらこれやと思う。うん、これっすね。ファゴットもこの色やから、最終的にあのバンデットの色に揃えていくんやから。ああ。巻き色。あ、はいはいはい。買うか買わへんか分からへん。欲しいか。こんなポイントか。この色なるんちゃうかな。バンドクの色あるんか。何いいんかな。これ、またこれで最後？うん。いや、かわいい。ちょっと待って。あ、可愛い。めっちゃ可愛いねんけど。もう今俺その帽子見た時に思い浮かんだ。木崎子。ちょっと待って、めっちゃ可愛くない？鏡。めっちゃ可愛いねんけど。可愛いっすね。ウクレレとかいけ。ウクレレ持ってかなかんよ。めっちゃ可愛い。1250円。そこそこするよね。なあ、え、かわいい。なんなん、私このさ、切りっぱなしの麦わら帽子欲しい。ほら、なんか安い麦わら帽子買って切ってはいいんちゃう。声でかこれめっちゃ声張るやん。すいませんめっちゃ声張る。いや、ええこと思いついた思ってな。びっくりするわ。ほら、全部切りっぱなしなのかな世界に一つだけの切りっぱなし、切りっぱなしの麦わら帽子の出来上がりですわすごい、あれ、これ見て。おー、めっちゃええやん。それええよ、めっちゃなんていうの、熊のコードあるかな、なんか。え、熊のコードあるかな。あ、
すごい、何これ、新しいな。斬新だね。さっきの帽子より安い。何面白い。あ、色違うんだよ、ベージュ。ほんま、いや、いらないですよ。ちょっと俺、かぶらないですよ。いるんかな、思って。全然、やめとこう。まあ、ぐるっと見て回ったけど、ポッと高かって。やめてました。もうちょっといろいろ見た方がいいかな。うん。クイックキャンプのポットめちゃくちゃ安かったんですよ。安かった、安かった。それでいいと思うね。なので今日はペグ入れ工具箱みたいなかわいいの見つけたんでこれだけ買います。はい、じゃあ今回の動画はこれでおしまいです。チャンネル登録。買えませんでした。え、ちょっと買えませんでした。すいません、コットも買われへんかったし、テントも思ってたのと違うかったし。まあそんな時もあります。はい、じゃあ今回の動画はこれでおしまいです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。京都宇治店もよろしくお願いします。はい、京都宇治店さんありがとうございました。また来させてください。はい、ではまた会う日まで、バイバーイ。買ってきます。